皆さんこんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボ地域の情報についてお伝えします。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。はい、こちらはですね、8月1日時点でのデータとなっています。一番上の3928というのは、感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を引いた数ですね。現在も陽性の状態が続いている人数が3928人となっています。そして黄色の四角の中に書いてあるのが新規感染者の数ですね。非常に多い数となっていまして、4963人、もう5000人近くが新規感染者として上がっています。で、その下に内訳があるんですけども、左の下の方ですね、 NCR というのはマニラ首都圏、2667人の新規感染者が出てまして、続いてカビテ405人、セブが355人、ラグーナが324人、そしてリサールが252人となっています。真ん中の円グラフは、一番上の現在も陽性の状態が続いているアクティブなケース3928人のうち 88.9% がマイルド、軽症だということを表しています。そして 9.2% の人は無症状、1.1% の人が重症、そして 0.8% の人が致命的な状態になっているということですね。そして感染者の総数は右の下の方にある98,232人と、もうすぐ10万人となってしまいますね。はい。フィリピンは強い規制を行っていたんですが、どうしても経済を回さなくてはならないということで、抑えるとか抑えつつも、フィリピン全国的に規制を緩和してきているんですね。なので、引き続き感染者が増え続けていまして、もうすぐ感染者の総数が10万人という状態となっています。続いてこちらですね。こちらは回復者の総数、左側の数字 65,265人となっています。そして新たな回復者が93人ですね。1日で出た数です。その右が死者数ですね。1日で出た新たな死者数が17人で、死者の総数が2000人を超えてまして、2039人になっています。下のグラフは1日で出た死亡者の推移を表したグラフとなっています。ウィッと、上がってで、真ん中一旦下がって、また上がって、今下がっている状態となっていますね。そしてこちらですけども、新型コロナウイルスの感染者に関するベッドと、あと人工呼吸器がどれぐらい占められているか、どれぐらいの割合がもう使われているのかが表されているものとなっています。一番上が ICU のベッドですね。それが1400床あるうち、56% がもうすでに使われている状態で、44% しか空きがないということですね。その下が、隔離病棟にあるベッド。これは11,100床あるうち 52% がすでに使われているという状態を表しています。その下が新型コロナウイルスの、感染者のための病床のベッドですね。全国に3900あるうち 57% がもう占められているという状態を表しています。人工呼吸器につきましては 28% が使用されており、まだ 72% 使う余裕があるということが表されています。人工呼吸器は全部で全国に2000個あるらしいですね。はい、続いてこちらなんですけども、先ほどのは全国だったんですが、マニラ首都圏がどうかっていうのがこちらです。これはもう赤がすごい目立ってますね。ICU が508床あるうち 79% がもう使われていると。そして隔離病棟のベッドが3400床あるうち 81% が使用されています。そして、新型コロナウイルス感染者用の病棟のベッドが 86% も使用されています。そして人工呼吸器も 50% 近くですね、48% が使用されているという状態で、やはりもう結構これを見るとマニラの病院はですね、かなり深刻なレベルのとこまで来ているというのがわかりますね。はい、続いてこちら、ダバオ地域の情報です。こちらは感染者数、真ん中のちょっと右側のオレンジの中の白い数字が書かれている場所ですけれども、新規感染者8月1日時点で50人出ています。これも多い数字となっています。そして感染者の総数は、すでに1360人、ダバオ地域全体でいっていますね。そして死亡者は新たに1人出てまして、死亡者の総数は49人。回復者は新たに27人出てまして、回復者の総数は783人となっています。で、下の青い部分とオレンジ色の部分ですけど、青い部分は1日に新型コロナウイルスの検査を受けた人数が862人。
そのうち50人が陽性だったということで、全体の 6% が陽性だったと。陽性率が 6% となっています。はい。で、先ほどもマニラの方の状況をお伝えしましたけれども、新型コロナウイルスの感染者がですね、未だに連日1000人を超えて拡大を続けています。その感染者が増えるにあたって、マニラ首都圏とその近郊が最大の震源地となりつつあります。このため首都圏とラグーナ州など、カラバル村地域の病院ではコロナ専用病床が満床になる病院も増えており、フィリピンの保健省は7月の28日に首都圏などの病院の状況を警戒レベルにあると指摘しました。マニラ首都圏ではドライブスルー方式の感染者の検査所もできるなど、検査が特に多く実施されていることも、この感染者が増えている一因と見られているんですが、貧困層が多い住宅密集地域での感染が急拡大していることが、感染急増の大きな理由と考えられています。で、フィリピン保健省は、マニラ首都圏やカラバル村地域のコロナ専用病床の病床の使用率が7割以上に達しており、警戒レベルにあると、危険な状況であると言ってよいということを発言しています。さらに新型コロナウイルス患者の感染者の急増に、首都圏などの医療システムは圧倒されつつあり、医師や看護師は疲弊しているという発言も出ています。フィリピン保健省は全国の病院に対し、当初全病床の3割をコロナ専用病床とコロナ感染者の専用病棟とするよう義務付けていたのですが、公立病院に関しては新型コロナの専用の病床をですね、全病床の7割まで引き上げるよう新たに指示を出しています。それでも首都圏などでは専用病床のベッドが次々と埋まる状況が続いています。この状況下においてですね、フィリピンの医師会が土曜日にドテルテ大統領に手紙を送ったんですね。このままではもう医療崩壊を起こしてしまいますので、マニラ首都圏で2週間の強化されたコミュニティ隔離 ECQ を行ってくださいという陳情を大統領に出しています。で、その間をもうタイムアウト、要はよく試合とかで使うタイムですね。タイムをして医療従事者に時間を与えてほしいというそういう陳情がなされていました。その手紙を受けて大統領は省庁間タスクフォースというこのフィリピン全体で新型コロナウイルス対策をしている機関があるんですけども、そこにしっかり医療従事者の懸念に対応するようにという指示を出しています。かといって、マニラ首都圏が今 ECQ になっているわけではないんですけども、GCQ ですね、引き続き一般的なコミュニティ隔離が続いています。それに関して、大統領府の報道官のハリー・ロケ氏はですね、次のように言っています。大統領府は、熟練した精力的で献身的な医療従事者を新型コロナウイルスとの戦いにおける重要な第一線、フロントラインであるとみなしていますと。このような困難な時期に、私たち国民と私たちの国を救うために、多大な貢献をしてくれている医療従事者に感謝を申し上げますと言っています。そして医療従事者の方々の声をしっかりと聞いてですね、現代のヒーローを失望させることはしませんと。これが私たち国の責任ですということを報道官が述べています。そして大統領府はマニラ首都圏とカラバル村地域がですね、フィリピン経済の 67% を占めていることから、公衆衛生と国民の経済的な健康との間の絶妙なバランスの取れた行動を取るようにしていると。まあ、医療従事者からはですね、強化されたコミュニティ隔離でもう一回規制をすごいがっちりと強めてほしいというのに対して、どうしても全体のやっぱりマニラ首都圏とカラバル村地域というのは感染者も出てますけども、そこを止めたら経済が止まってしまうということで、バランスを取って上手にやっていかなくてはいけないということですね。そして、大統領報道官のハリー・ロケ氏は、他の戦略を強化する必要もあると言っています。特にマニラ首都圏では感染者が多く出ている地域において、局地的なもう地域を限定して強い規制を行うということをその地方自治体に指示しているとのことです。そして大統領の報道官は、私たちはより多くの医師、看護師及び医療関係者をさらに雇用しながら新型コロナウイルスの感染者の方々のための専用のベッドの割り当てを増やすことで、病院の収容能力を拡大していますと述べています。そして、感染のリスクについてのコミュニケーション、社会的動員及びマスクを着用することの最低限の公衆衛生基準を遵守することをコミュニティに呼びかけて、コミュニティとも一緒に新型コロナウイルスに対応していきますということを述べています。
はい、というわけでですね、8月1日から8月15日までまた新たな規制内容が決まっていまして、ほとんど基準は以前と同様に続いているところが多いですけれども、フィリピンの医師会がですね、マニラ首都圏を本当に抑えてほしいというところを、経済的にどうしてもそれはそのマニラ首都圏をもうぐっと以前のように経済を止めるわけにはいかないという状況が続いているということですね。というわけで、まあ本当にですね、私が住んでいるダボー市も以前からマニラ首都圏よりは一段階低い状況ですが、本当に多くの人が外に出られるようになってきています。しかしですね、先ほどお伝えしたように、ダボー地域でも引き続き感染者が多く出ています。ダボー市では規制のレベルは変わらないんですが、今後さらに内容ですね、ダボー市内での規制の内容というのは緩和されることとなっていますので、また次の動画でそれを詳しくお伝えしたいと思います。はい、フィリピンにお住まいの方、また日本でも感染者が増えているということを、報道で伺っています。なので、お互いくれぐれも気をつけていきましょう。はい、私の動画ではこのようにフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしています。ぜひ、チャンネル登録がまだの方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。